2月16日17日に開かれる横手市の祭り。横手の盆伝です。奉納の前に見栄えを競うコンクールが行われます。冬景色に映える頭飾りが特徴。頭飾りには作る町内の個性が出ます。頭飾りを含めると全長は5メートル以上、重さは30キロ以上になります。盆伝コンクールでは頭飾りの完成度を競います。これを守る麻生の狛犬が次男雪村こと信繁。審査終わりました。初戦の1名お戻りください。ありがとうございます。コンクールの後、旭岡山神社に盆伝が奉納されます。ジャッサ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 。五穀豊穣、家内安全など様々な願いが込められた盆伝。各町内が押し合いをしながら盆伝を奉納します。祭りの開催情報です。盆伝コンクールは2月16日の午前9時から午後1時の予定です。会場は横手市役所本庁舎前です。当日の午前8時30分から午後1時まで会場周辺は通行止めになりますのでご注意ください。続いて2月17日に開催予定の旭岡山神社への盆伝奉納です。神社に到着するのは午前9時30分の予定です。